日本関東地方東京都江戸川区松江松江は東京都江戸川区中央部の町名。現行行政地名は松江1丁目から7丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は132-0025。江戸川区の中心地に近く町域の大半は住宅地が広がる市街地である。地区の北、西、南を主要幹線道路と接しているため、 自動車の利用には比較的便利であるが、町域の北半分は、至近の鉄道駅から 1km 以上離れた、鉄道空白地帯にあたる。隣接する地域は、北は中央1.2丁目、東は西一のへ1.4丁目及び一のへ6丁目、南は船堀4.5丁目、西は東小松川1.23.4丁目。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、松江3の2の3の地点で30万千円平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。 町域内に鉄道駅はない。地区南部は至近の駅から近いが、北部では 1km 以上離れている地域もある。以下に最寄り駅を挙げる。都営バスが走っており、船堀駅、市野駅、篠崎駅、笠西駅、西笠西駅、近市町駅、亀井戸駅、平井駅、新小岩駅と連絡している。AB、町長名別世帯と人口。 年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月13日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。町長名別通学指定校一覧。江戸川区。 2017年12月13日閲覧。江戸川区立小学校学校選択制のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。ありがとうございます。